ジュール・ロマンは、フランスの作家、詩人、ユナニミスム文学運動の主導者。本名、ルヤン・リジャン・ファリグール。1885年、オートイコール・ロワール県、サンジュリアンシトというに生まれ、直後に、小学校教員の父の転勤で、パリに移り、後、コンドルセ高等中学校に学んだ。1902年高等市販学校に進み、 哲学の大学教授資格を得て1909年、卒業後、1919年まで各地の教職を務めた。高等中高時代、雑踏の中でユナニミスムを監督したという。高等師範学校時代の1906年、ユナニミスムの小説、新しい街を出版し、また、ジョルジュ・デュアメル、シャルル・ビル・ドラックラ、アベーパと信仰を結んだ。 デュアミルラは、1906年から1908年、パリ南東クレテイユのクレテイユ総院にこもって、理想主義的文学共同生活を営み、アベーパと呼ばれた。このユナニミスムに基づき、詩集、一体生活、歌と祈り、小説、ある男の詩、仲間たちなどを執筆。1922年から1929年の三部作小説、プシケ。 1923年の議局ルトルーアデック氏の報道、議局クノックなどで文明を確かにした。1914年の第一次世界大戦勃発を契機に政治問題にも関心を抱き、1927年国民総動員的法律への抗議運動に加わり、1931年の今日の問題、1933年の ヨーロッパの問題などの評論も発表した。エドゥアール・ダラディエの急新社会党と近く人民戦線を支持してスペイン内戦のフランコやナチスのヒトラーへの融和政策に反対した。1932年から1946年にかけ全27巻の大河小説全意の人々を出版した。これは1908年のオーストリア・ハンガリー帝国がボスニア、 ヘルツェゴビナの併合から1946年までを舞台として当時の世界の広大な光景を政治的、経済的、思想的、その他の見地から描き出そうとしたユナニミスムによる小説で多くの筋がいずれも同等の価値を持ち、どれもが中心的でなく同時的、平地的、交差的に発展させられているもので多くの登場人物たちがいるが、 主要なのは集団であり、総話であり、これらの人々は、その総話を構成する一文詞であるに過ぎないという特徴があり、ロジェ・マルタン流がある、地方家の人々と並ぶ代表的な大河小説とされ、かつて、ギネスブックにおいて最も長い小説として認定されていたことがある。その中では、第一次世界大戦中のベルダンの戦いを題材に、下15巻、 ベルダン女曲16巻、ベルダンが代表的な作品であり、人気も高い。1936年から1941年まで国際ペンクラブの会長を務めた。1939年の第二次世界大戦開戦とともにアメリカ合衆国へ亡命し、反ナチズムをラジオで訴え、1941年からはメキシコで、 在テンアメリカフランス人協会を組織した。善意の人々も、第二次世界大戦中はアメリカで出版が継続された。1945年、シャルル・ド・ゴール首相やジョルジュ・デュアメルに勧められ、アカデミー・フランセーズ会員への立候補をメキシコで表明し、翌1946年11月7日に認められ、同年帰国した。1962年には、 アルジェリアの独立を進めるドゴール大統領を支持した。その後も1970年の回想録友情と出会いに至るまで執筆活動を続け1972年パリに没した。レジオンドヌール勲章、グラントフィシエ芸術文化勲章コマンドゥール、教育功労賞コマンドゥールを授与された。クノック。 あるいは、医学の勝利1923年上演時ポスター。ありがとうございます。